はい、今回は、女流本因坊戦の、第3局を、紹介してみたいと思います。はい、1勝1敗で、迎えた、第3局目ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、藤沢さんの黒番ですね。はい、両コスミですね。はい、はい、ここは辛くコスミ付けから受けました。はい、はい、まあコスミとかではね、まあいろいろあるでしょうね。他にもね、こちらに受ける手だったり、まあ、こうね、三々に打つ手だったりいろいろあると思います。はい、今回はこちらで構えましたね。はい、はい、そうですね、これ珍しくね、この位置に構えて、かかりまして、黒もねつければ普通なんですけど、まあこれつけるんでしょうね。例えば多分こういうような進行とか、こうとかこうとかね、これだと普通なんですけど、黒もこちらを頑張った手ですね。で三々、はい、まあ、第一感ねこれが普通のようにも見えるんですけど、これはまあこういうような感じとかで黒は打つんでしょうかね。ちょっとどうするか分かりませんが、そんなイメージでしょうか。はい、辛く三々に打たれましたね。はい、で押さえ込んでってうん、そうですね、この辺りはね、まあ、比較的珍しい進行かなと思います。はい、はい、角まで行きましたね。はい、はい、で白も収まって、はい、黒も封鎖しました。はい、のぞきからつけてって、ここを動き出してきましたね。うん、ここで、こちらにかけたのはね、はい、明るい感じがしますね。はい、ツケに、まあ、引きとかだとね、ちょっと利かされてしまうんで、跳ねてね、ちょっと責任を持たせましたね、この石に対して。はい、うん、まあ白もこちら連打すれば、連打できればね、まあまあっていう気がしますね。そうですね、ここは、うん、まあ実利を与えた展開にしましたね、白はね。まあそうですね、うん、まあ勢いですか、うん、まあ勢いね、こういう分かれとなりましたね。ちょっと黒もね、他の手はちょっと、うん、こう打っていればまあ硬いって硬いですけどね。こうやってちょっとね、白もね、実利を取られてしまいますんで、はい、ここは黒も勢いでね、こうなるでしょうね。はい、はい、まあ白はね、まあ、ちょっと実利を損しましたんで、まあ、どの程度ね、中央の戦いで利益をできるかっていう感じがしますね。はい、もう黒もこれで大体収まった感じでしょうか。はい、ここは打たないと切りが、例えばどっか打ったら、あ、こちらに切られるのを心配されたんですね。うん、これに大体こんなもんですから、そうですね、ちょっと切られてしまいます。うん、この切りは大丈夫なんですけどね、こちらの切りがありましたね。はい、うん、はい、こうなって結構黒も実利ではね、頑張ってる感じがしますよね。はい、あと三々と、うん、ここの辺りも大きいですね。うん、ここからこれは捨て石にして、
なるほど。ここが決まったんですね。なるほど。ここが決まったのは大きいですね。一目もぎちって。これ結構で三ですね。これで、白もね、実利で負けてないっていう打ち方をしてますね。つなぎで、これ打たないと打たれてしまいますんでね。で割り込んで、そうですね、これ先手で打てたのは大きいですね。だいぶ攻めの利益が上がったというか、だいぶ得した感じがします。この辺りでは、白も結構、打てるという判断が出てきたんじゃないでしょうかね。ここもね、コウに、頑張られて、こちらこうやると割り込みが先手で、決まって、割り込みがね、残ってしまいますね。ですから黒は膨らみで頑張りました。で切って白のね、花見コウですからね。これは白が、逃げ切れる感じがしますね。黒は全部頑張らないといけませんからね。これもちょっと損の手になるかもしれませんね。あとは淡々とね、進んでいきまして、ここで投了となりましたね。これで、もし続けて打つと切られて、この石に目がないっていうことなんですね。ここがね、つながらない。ですよね。ということで、そうですね、白はね、実利をね、ここ与えたように見えたんですけど、ここの回収ができたんですね。ここ決まってしまって、白がね、熱くなった感じがしましたね。そうですね。ですから、どこかで黒付け引きとかどっかで打てませんでしたかね。どこかで、この辺りでね、ちょっとこの白も薄いんであれですけどね、どこかでね、本当はここを打ちたかったですね。非常に大きいんで、まだ切りとかもあって。ただこの辺りがね、ちょっとすごく薄いのでね、どうなるかまだ分かんないんですけど、よく分かりませんが、付け引きどっかで打てるとね、地のバランスがね、黒リードできたと思うんですけど。渡ってこうなって、沖からこれもね、見事な捨て石でしたね。ここも決まって、三々を決まって、下がりがね、事実上のね、これで白のリードっていうような感じがしましたね。ということでね、非常にいい内容でね、王手をかけたんじゃないでしょうか。ということで、この辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。